はい、どうも、コミです。さて、本日もこちら関西クラクラクラブから、ヤマモンズさんとね、一緒に挑んだ、TH コンプリーダーさんとのこのフレンド戦の様子をお届けしたいというふうに思うんですけども、あとね、皆さん、肉好きですかね僕はもう最近ちょっとね、肉ばっか食べてて、若干食べ飽き感がありますけども、ステーキなんですよね、実は。日本でステーキって食べるとすんごい高いじゃないですか。もう普通にうんぜんしちゃうイメージがあるんですけど、こっちって、まあ、300g ぐらいのステーキ、生肉で普通に買ってきて分厚いやつですね。食べようと思っても、一人大体ですね、まあ、500円ぐらいでいけちゃうんですね。すんごい安いんですよ。で、それを家族全員で食べても、まあ大体1000円ぐらいあれば、もうステーキもたらふく食えるみたいな。で、代わりにですね、日本食はアホみたいに高くて、お米はまあ 1.5 倍の値段とか2倍するし、お寿司なんか食おうもんなら日本の3倍ぐらいしますんでね、全然満腹まで食えやしないんですけど、もしですね、皆さんドイツに来る機会があったら、ホテルに泊まるのもいいんですけど、一泊ぐらいコテージとかね、借りてみて、で、そこで、キャンプファイヤー、バーベキューか、キャンプじゃねえや、バーベキューやってみて、で、スーパーでね、こう肉を買うのをすごいおすすめします。本当に安くていい肉いっぱい買います。フィレ肉なんかも安いし、ステーキ好きな方はぜひね、ドイツ来たら、そういうね、経験っていうのもしてみてもらえたらいいんじゃないかな、っていうふうに思いますので、ぜひぜひ、僕のね、ちょっと某ウイルスの騒動が明けましたら、ご検討いただければな、っていうふうに思うんですけども、本日のテーマはですね、ゴレホグですね。ゴレホグ。いや、ついにね、またここに戻ってきたかと、ゴレホグに。見ていきたいと思います。ゴレホグがね、やっぱ強い、パターンっていうのがありましてですね、それをね、一つ紹介したいんですが、これです。このヒロジャックさんがね、取ってきてくれたアタック。これパッと見た感じ、島型っていう配置に見えますよね。こことここが、こう、壁に囲まれた二つの区画で、この真ん中にこうね、川が流れてるような。で、セオリーから言うと、この川に、アーチャークイーンを食い火の形でこう流していくっていうパターンになるんですけども、今回のヒロジャックさん、どんなアタックを見せるかっていうと、ここですよね、ここ。イエティで、突撃艦イエティで壊しながら、こっちに関しては、俺ヒーローで削っていくんですね、コント。で、そうすることによって、半分を削り切って、で、この領域っていうのを、ホグで潰していくという形になるんですね。で、ストライカーも1体積んでます。このストライカーは確かこのアチャクイロイちゃん処理用、いや、ババキン処理用かな、ちょっと忘れちゃいました。ただ、まずですね、このアタック見ていくと、ゴレのね、その、便利さが伺えますよね。ここ結構火力がいっぱい、重なってて、クロスボウからイーグルからアーチャークイーンからね、ロイちゃんから。で、防衛軍も来るということなんですけども、これ、食い火で突破しようと思うと、まあ、当然ながら火力が半端じゃないので、まあ、簡単にクイーンが落とされちゃいますよね。だし、じゃあ、アイスゴーレムなんかどうかっていうと、あっという間に多分溶けちゃうと思うんですよ。で、ゴーレムの優秀さってそこで、ここまでね、削ってもまだこんだけね、ちっちゃいゴーレムが生きてるじゃないですか、体力残して。で、こっちの攻め手側っていうのは、バーバリアンキングと正味アーチャークイーンだけで施設を削ってるようなもんなんですよね。まあ、でもここまでいけちゃうと。まあ、いうことで、何がやっぱりいいのかっていうと、一つはターゲット外れないから、あとアーチャークイーンとバーバリアンキングが結構ヘルシーなまんま奥までいけちゃうってことなんですね。これが1個目の利点。で、さらに、2つ目はコストが低いんですよね。アイスゴーレムの倍のコストはするんですけども、クイヒーなんかと比べると、ゴーレム2体、2.5 体分が、まあ、ヒーラー5体と、まあ、同じぐらいになってくるんで、これですね、やっぱりコスト面で、まあ、そんなにアホみたいに多分高くないっていうこと。な、この2点が、このゴレホグを使ってヒーローパートをする上でのメリットになってくるのかなと思うんですけども、その結果がこれですよね。ホグライダー結構いっぱい生き残ってる上に、バーバリアンキングは怒っちゃいましたが、アチャクイ・ロイちゃん、グランドボーデン全部生きてますよね。こういう風に生きているっていうのが、まあ、この攻めのプランニングがもうかなりうまくいってる証拠だという風に思うんですけども、まあ、細かいところはもう一回ね、ちょっとこの、アタック、よろしければ最初から見直してみてもらえたらと思うんですが、なんでこれセオリー通り食い火で真ん中に行かないかちょっと話したいと思います。ここですね、まずシングル IT がこういう風に3本ありますので、これがですね、中に入ったクイーンを狙ってきちゃうということで、さらにエアスイーパーがここにありますよね。こういう風になんで、どっち側から入っていっても、これね、こっちから入っても反対側から入ってもアーチャークイーン、まあ、食い火の形でなかなか進軍しにくい上に、これアーチャークイーンが届かないところに投石機もこうあったりするんですよね。で、防衛具も当たる。ディグのクロスボウもある。こんなところにね、アタックを通していけるわけがないじゃないですか。で、じゃあ、片一方ね、先に、その突撃艦とかで削れるかって言ったら、これ奥が深いんですよ。こういう風に。奥が深い。こっちも奥が深い。
なので、片側を削ってから杭を通すってことも多分しにくいんですね。ってなってきちゃうと、じゃあイエティ使おうにしても、イエティを使ってこう入ってきたら、みんなイエティがここでこう取れちゃいますよね。島型のまあその狙いというか取れちゃうっていうね、本当にこう陸をやりにくくしてる配置なんですよ。でおまけにこれクラン城の周りには投石機とかないので、まあ、天才もやりにくいと、まあ嫌な配置ですよね。本当にね、ビンディさんうまいなと思うんですけども、でこういう時に、じゃあどうするかっていうと、片側を潰してからもう片一方ホグライダー使うと。でその片側の潰し方がゴーレムってことになるんですね。クイヒーも使えない、イエティも使えない、天才もなんかやりにくい、じゃあどうする、ゴーレホグということなんですね。で、こういうですね、あの両側の島に火力をこうそれぞれ均等配分させたような村っていうのも多分ね、これからまた増えてくるかなっていうふうに思います。おそらくこの形って結構ね守りやすいと思うんですよ、この今の攻め方を知らないと。なのであのそういう村に出くわした場合に、ゴレホグを少し練習しておくとか、まあ使ってみるとかいうね、選択肢っていうのは本当にありかなというふうに思うので、あのこのアタックですね、ぜひ皆さん覚えておいていただくとのしのし便利なんじゃないかなと、まあ、いうふうに思います。まあそれに近いようなのアタックがもう一個あってですね、これですね、あ間違えた、これじゃないわ、こっちですね、このアタックですね、トミトムさんに対するアマシンさんのアタックがまたそれなんですけども、中央はこれね、ちょ微妙な島型になってます。ここが繋がってるんで完全な、まあ、島とは呼べないんですけども、まあ、イメージ的にはここがねこう、まあ、切れてるような感じになってますよね。でこれに対してもやっぱりねゴレホグなんですよね、取っていくのが。でイエティでこうカットを入れていきながら、タウンホール方面をこれ、ヒーローパートプラスゴーレムでこう狙っていきます。完全にこれゴーレムでターゲット取ってから後ろからクイーンっていうね、なんかあのゴレウォークっていうような形、なんか懐かしい感じですよね。で攻めていきます。でこれ、ヒーラーを2個つけたと、まあ、ゴーレムの延命ですね、これをすることによってゴーレムがこう延々と延命していきます。で、ギリギリ対空砲の範囲にも入らないようにうまく調節してるのも見逃せませんね。でジャンプの呪文をかけて投石機だったりタウンホールの方面に一気に、イエティたちを流し込んでいくと、ボーラーイエティかな、流し込んでいくっていう感じですね。でここで、あ、ボーラーだけか、イエティはいないんですね、すみません、イエティいるか、ちょっとだけ1、2体いたのかな、例えばボーラー下ですね、っていう感じで一気に、この上半分をこう削りを入れていきます。で、残った下半分にホグライダーを当てていくっていう感じですね。効果兵舎から出てきたホグライダーにうまく手持ちのホグライダーをこう合わせることによって、これ、10時、11時、1時という感じで、こう回していくイメージですね。中央はもう完全にえぐれているので、ホグライダーのルートっていうのは今こう矢印に書いたような形で回っていく絵が描けてますね。まあ、こういう風にやっぱりですね、幅広く取られた島型配置みたいな形の村っていうのは、あの真ん中にアチャクイやっぱ通しにくいで通せないんですよね。イエティでやろうにも、おそらくこの村イエティで破壊しようと思うと、ここにイエティこう中央突破してくると思うんですね。そうするとやっぱここからこう横打ち受けちゃうし、こういう風にね受けててもあんまりいい結果にならないですよね。なので、イエティを使いにくい、じゃあディガホグはっていうと、やっぱりこれ島型にこうね、ここにアチャクイが通んないですね、壁があって通んないので、やっぱりこれもやりにくいと、いう形になった場合に、今取るのが、ゴーレムを使った、半面この部分ですね、この部分の半面を先に壊しておいてからホグライダーをぐるっと回すっていう感じですね。はい、こういう攻め方っていうのが、答えになってくるのかなというふうに思います。いや、いいですね、本当に。で、やっぱりですね、さっきの、1本目、均等にこうね島が廃止された村に対してどんな風にアプローチしていくのかと、というね、ことに関してちょっとねいい参考例になるかと思うんで、これ見てほしいなと思うんですけども、剣道府西さんごめんなさいあの失敗リープを1個使わせてもらっちゃいますが、こんな風になっちゃうんですね。こことここが、まあ、島になってますよね。で両方に均等に火力が配置されている村、こういう村に、クイヒを突っ込ませた場合、まあ、クイヒディガフの形で取っていこうとしてるんですけども、どうなっちゃうのか、まあ、本来ねこの西さんのプランっていうのはここの区画に、クイヒを入れたかったんですね。入れて、この、クイヒーパートで、全部この辺を削っていきたかったっていうね、ここを削りたかったっていう思惑があったんですけども、なんと完全にこれはですね、ウォールブレーカー忘れちゃった事件が発生してで、これが壊せなかったってことなんですね。なんで、本来ここに使うはずじゃなかった突撃艦を、急遽入れていって、このシングルインフェルノをイエティで追っていくっていう選択をしました。この辺の、状況判断うまいですね。
まあ、ただ、クイーンはこの後、この透析機のある方面に向かっていきます。向かっていくんですけども、結局ですね、さっき言ったように両側からのダメージがあまりにも大きすぎるので、クイーン持たないんですよね。おまけにエアスイーパーもこれこう効いているじゃないですか。効いてないか。効いてなかった。効いてなかったですね。エアスイが逆に言うとなくても火力が強すぎるんですよ。ここ本当に。ちょっとそれ見ていきましょうか。ギガホグを出していくことによって、アーチャークイーンがこのまま中にこう、それ入っていくような形を作りますね。打っていって、で、投石機、あとは、防衛軍のここダブルでぶち当たっていきます。ここに関しては、ポイズンの呪文がないので、もう自力で突破するしかないという感じですね。クロークも発動して、相手の、ストライカーも含めてこう処理をしていきます。ちょっと残っちゃいましたけどね。で、中央に入っていきます。レイジプラスヒーラーの形で中央に入ってるんですけども、これクロスボウ、さらに相手のアーチャークイーン、こいつらからガンガン撃たれまくって、こうなっちゃうんですね。かなりきつい。体力がもういっぱいいっぱいの状態ですよね。で、頑張れ頑張れという具合なんですけども、この後まだまだね、効果力残ってるんですよ。これバーバリアンキングがいて、さらに投石機がいて、これ、クロスボウもあるということで、ここら辺にガンガンね、アーチャークイーンが捕まってしまって最後やられちゃうんですね。こんな形わかりますかね。で、このね、アチャクイーンを中央に通す攻め方っていうのは、やっぱりポイントがあって、中央に通すことによって、ディガーたちをしっかりと中央に向かわせないっていう仕事があるんですよね。こっちにこういう風に。クイヒディガーをする、ディガーと、あとホグライダーがまっすぐこっちにこう行ってくれてから、こう下ってくるっていうパターンになんなきゃいけないんですけども、アチャクイーンの進行があまりに遅れてしまった上に、こう最後落とされちゃったっていう感じですね。ヒーラーが全部いなくなって。で、そうするとどういうことが起こるかっていうと、ホグライダーとディガーが、ここまではいいんですよ。いいんですけども、そこから割れてしまうんですね、こういう風に。割れてしまうと、もう呪文をかけるにしてもヒールの真ん中に全然入っていかないということになって、回復の恩恵が受けられなかったホグライダーグループだったり、まあ、ディガーグループっていうのが次々にやられてしまうと、まあ、いう形になるんですね。ってなってしまって、最終的には、バラバラになったものが確保撃破されて、全滅すると。で、こういう風にね、最後のところが残っちゃうっていう形になります。まさにこれですよね。ディガーが、ね、中央方面、今このアチャクイーンが、やられてる方にこう流れてきちゃったんで、大砲、対空砲、これが残っちゃってますよね、こんな風に。本来これが、全部壊れているのが、おそらく、いい形だと思うんですけども、そうならなかったっていうのが、やっぱりですね、高火力帯があまりにもその火力が強すぎるとアチャクイーンが前進しきれない。さらに途中でやられてしまってディガホグが、ルート不十分によりばらけてしまうっていうね、そういう結果になってしまうので、こういう配置に対しては、まあ、なるべくですね、クイヒディガホグっていうのはおそらく避けた方がいい、攻め方になってくるんじゃないかなと、そういうふうに思います。さて、ではですね、最後ちょっと一個だけ、これはもう番外編ですね。完全に、番外編です。こんな風な取り方もあるよねというところをちょっと見てほしいなという、話なんですけども、これかな。最後、マサルさんのアタック見ていきましょうか。これもですね、さっきの、島型配置の中央繋がっている版に近いんですが、まあ、これも同じで、イエティとかをね、ここからガーンとこう流していっちゃうと、横打ちを受けると。いう感じですね。イエティとかだと。で、じゃあクイヒーを中央を歩かせようと思うと壁が邪魔で入れないと、まあ、いう形になってます。で、これをどうするかっていうと、マサルさんですね、ドラゴンからのコウモリで取ってきます。タウンホール周りに全然、対空防衛が、まあ、全然って言ってもウィストぐらいかな、2本あるぐらいなんで、上半分のこっちをドラゴンでこう削っちゃえば結構コウモリが使えるなっていう風に多分踏んだんでしょうね。で、その狙いがもう見事に的中するというところなんですけども、エアスイーパーを最初、ライトニングで折っていきます。これうまいですね。エアスイーパーを折ることによって、ドラゴンたちの進軍がものすごいスムーズになるんで、この、ライトニングの使い方っていうのはかなり効果的だったんじゃないかなというふうに思います。で、バーバリアンキングとアーチャークイーンを使ってしっかりとですね、カットをする。このカットもうまいですね、ここ。かなり、後から来るドラゴンか。ドラゴンのルートっていうのを限定している。ロイヤルチャンピオンもいい仕事しますね。投石機まできっちり追っていって、で、ドラゴンたちが満を持して中央のイーグル砲方面にこう、束になって向かっていくと。で、序盤、やっぱドラゴンを出してから、終盤とその後にバルーンを追っかけるっていうのはいいですね。この順番がすごく良くて、
ドラゴンが一旦ターゲットを取ってくれて、バルーンのダメージを、減らしてくれます。で、それをバルーンが追い越していって、最終的には、今度バルーンがドラゴンを守るっていう、その相乗効果ですよね。うまく働いてるかなっていう気がしますね。でしっかりとここ、相手のターンゴールに関しては突撃感を当てていって勝利で、もうここで後に見てもらって分かる通り全然対空防衛がないので、もうドラゴンたちに、コウモリが重なっていってガンガン追っていくっていう感じですね。これを残った施設ですね。このフリーズはなんで使ったんだろうもう使いどころがないからここに使ったのかな。トルネードトラップがちょっとね、これギリ危なかったんですけども、まあまあ過労してコウモリが生き残ってるっていう感じですかね。まあでもコウモリって別にね、体力があろうとなかろうと、まあどうせ一発でやられちゃう系のユニットなんで、生きてさえいて、勝つさえ残ってれば問題ないっていう、まあそんな感じのユニットですね。なんで別にまあ、全滅さえしなきゃ大丈夫という形で、こんな感じで取っていくっていう手もあります。まあ最後のこれは本当に、全然経路が違う攻め方なんで、まあおまけ的なね、こんな取り方もありますよみたいな形で見てもらえたらというふうに思うんですけども、まあ最初のですね、護霊、ヒーローによる、島型の片方の島を落とすあの攻め方、まあ、これはですね、ぜひ使う場面が多分これから増えてくるというふうにも思うので、皆さん覚えておいていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますのと、この動画ですね、参考になったよということで、もしありましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いできれば嬉しいです。できれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、ですね、また、次の動画ですね、この TH コンプリーターさんとの、対戦最後の一本になってきますので、そちらもお忘れなくご視聴いただけたら嬉しいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では、本日この辺りで終わりにしたいと思います。また、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。